時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーヤさん第1話のネットの感想、反応を紹介していきます。オープニングも作画も良くてパンチラもあっておおむね良かった。普通に可愛い、銀髪のロシデレっていいじゃないか。昔の平成アニメだなノリが。放送開始が遅れただけあって作画は大丈夫そうだな。設定は出落ちっぽいけどヒロインは悪くなかった。正統派ラブコメって感じ、エンディング学園天国懐かしすぎて笑った。学園天国学園天国は、1974年3月5日に発売されたフィンガー5の4枚目のシングル。ちなみに学園天国はウィキペディアに載ってるだけでも25回カバーされてる。エンディングまさかの学園天国で草。令和に学園天国が聞けるとはな。エンディングを毎回違う曲で主演声優に歌わせるのはからかい神手の高木さん形式なのか？他にもこういうの多いの？空の落とし物は異様に古い曲を歌わせてたから近いかも。1970年代のプロレスの歌とか歌っててビビった。違和感はないけど演出のフォーマットが明らかに一時代古いのはなんでなんだ、とか思ってたらエンディングで増えた。分かってて自覚的かつ意図的にやってるのね。生徒会を異様に神聖視するこのノリ懐かしいな。漫画やアニメの生徒会の権力は絶対だから。学年一の美少女、成績学年トップ、生徒会メンバー、幼馴染登場、昔に遊んでたこの名前を忘れる。テンプレにロシア語つけただけか？よく見ろ階層の子は金髪だ。ロリがアーヤさんなのかどうなのかもポイントっぽいね。金髪と銀や白は時間が経って変わる場合もあるだろうし。あなたが落としたのは金のアーヤさん。銀のアーヤさん。金も最近珍しいようなツンデ、でもきつくもなくでいい感じなんだが、どちらか選ぶなら金かな。これから何話か進んだら変わるかも。金銀銅みたいに言うなよ。あれ？顔の輪郭が。これ姉の方だろ。ソックスの予備をロッカーに常備しているのか？アーヤさんはすごい油性で午後には交換しないと足から酸っぱい臭いがするんだろうな。慣れた手つきでニーハイを吐かせられるこいつは何なの？幼馴染とそういうプレイしてたの？自分で着用して楽しんでるの？ふふ、ソックス。何がソックスだよ、クスしろよ。足舐めさせないのか。ブタレバもヒロイン可愛くて1話でパンツ見せてくれたけど今作は今後もサービスシーンを素晴らしい作画で見せてくれるよな。晩作尽きるようなことないよな。パンツ良かったけど原作勢の証言では2話以降なさそうなのが悲しい。これ絶対パンツ見えてるよねって場面で本当にパンツ見えて満足度が高かった。でも2話以降はパンツなしとかつれいは。そんなのまだわからねえだろ。アニオリで頑張ってほしいが。幼馴染がどんどん湧いてくる。幼馴染が完全敗北するアニメに登録しないと。もう多すぎてパンクしてそうだろ。ロシア語なんてどこで勉強したんだよ主人公。ロシアやソビエト連邦が好きな共産主義者で、ロシアについて文学、歴史、兵器、絵画、音楽、どれも個性的で不思議な魅力に出会える国と評している44。ロシアとの運命の出会いは高校1年生の時、偶然耳にしたソビエト連邦の国家に感銘を受け30、ソビエト連邦の崩壊と生まれた年が1991年だったことにも運命を感じ36、以後ロシア研究に没頭する11。ちょっとヤバいなこの主人公。それスミペの意気引用だよ。スミペヤバくね？ロシア語は言語学的に習得難易度が最高レベルに高い言語と聞いた。そんな自然に覚えられるものなのか。だから仲の良かった子に教えてもらった設定になったんだろう。好きなことは覚えられるからな。なんで時々ロシア語混ぜるのこの女。女は男がロシア語わからんと思ってる。男はロシア語わかってる。ロシア語にとっさに返事とかしてしまってバレたりしないんだろうか。あと顔の表情とかであれ？もしかしてこいつロシア語わかってるんじゃ？とか思わんのかな。なかなかいいじゃんアーニアさん。人違いですね CV 上坂すみれ。同じじゃないですか。今までずっとアーニャさんだと思ってた。スパイ一家が悪い。これもしかして、からかい神手の高木さん枠？ベッタベタだけど作画可愛いし色気あるしこういうのが好みなら割と良い感じに思える。生徒会がどうのこうのってあたり最近のアニメ全然見かけないからめっちゃ懐かしいな。ええやん。ロシア動向以前に内容が10年ぐらい前のテンプレラノベなのなんとかならんのか。原作のイラストレーターはトップクラスに好きなんだけど、作品的にはちょっときついな。ロシアがどうこうってのを抜いたらノリが20年前よね。むしろ思ってたより俺好みだった。こういうのでニヤニヤしたいんよ。テンプレラブコメはなんぼあってもええですからね。ラブコメのテンプレートを令和に継いでくれてありがてえな。タイトルのシチュエーションがすでに完成されてしまったけどここからどう進展するんだろう。高木さんみたいだけど単独ヒロインもの？それともヒロイン増えてハーレムになるのかな。もしかしてお隣の天使様みたいな糖分摂取は期待できなさそうなの？良くも悪くも2から3昔前のハーレム学園もののそれなんで。
高木さんとかみたいな1対1じゃなくハーレム形式だからな。A タイトルにがっつりヒロイン名が入ってるのに。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーヤさんと愉快な仲間たちってことで。よく考えたらこれ別に時々ボソッと沖縄弁で出れるとかでも良いんだよな。わからない言葉でボソッと出れてる、実は聞き取れる、薩摩弁とか津軽弁でも成立するかな。時々ボソッと薩摩弁で出れる隣の島津さん。正直翻訳アプリとかがあるこのご時世でこのキャラ通用するの無理筋じゃない？常に翻訳アプリ構えてるのだるいし、この学校はスマホ原則使用禁止だ。原則禁止なら留学生とのコミュニケーションのために使えるようにしてもいいってことだろ。無料ガチャで SSR? 没収だな。つくよみって男子やろ？いつから女になったんだ。軍艦が女になるこの世界で何を。武将ですら女になる国だ。つくよみはあるあるな、女体化じゃなくてまあ一応女神であるという描写をする人は昔からいる。まあそれを言うとアマテラスも元は男神説とかあったりするし。動画工房なら一定のクオリティは保証されてるか、なお様家は考えないものとする。動画工房って復活したの？2021付近の死みたいだった時と比べるとほぼ回復した。動画工房今期も作が良いけど推しの子ともども最後まで持つんか？推しの子の方は、ここは気合い入れなくていいってとこはうまいこと省力してたけど、こっちはその手法は難しそうだしどうなるやらだね。まあ健闘を祈るのみだな。あ、でも食堂のシーンとか一つ奥のモブキャラは動いてるけど、さらに一段奥のモブキャラは動いてないとかやってるから、意識はしてるね。気合い入れないでいいところを見極めて作る。もともとこれはウクライナ戦で延期になっていたから制作スケジュール的には余裕があるんだろう。海外の反応。半分くらい下の毛の話じゃねえか。ありもしないハミ毛を原始して騒ぐ変態どもめ、何か決めて主張してんじゃねえのか。出版社が角川というこれ以上ない皮肉。動画工房一群揃えて作画もかなり丁寧なのに、角川が一番頭抱えてるわな。よく考えたら角川なのか？このアニメ。原作は角川、コミカライズは講談社。完全に上坂すみれありきのキャスティングで、本当はもう2年くらい前にアニメ化されてておかしくなかったはずの。激動の世の中すぎる。このご時世だしどうかなと思ったけど、それを覆すくらい良いアニメだった。特にパンツ。2021年最も売れたライトノベルだ。完璧に時勢のせいでアニメ化のタイミングずれて旬逃すやつ。いや現状でもめちゃくちゃ売れてるんで、アニメ化前なのにアニメ化でヒットした作品レベルに売れてる。もう今のタイミングでやるしかねえ。って時に止められないタイミングでまた彼の国がやらかすのは原作者の人を100度参りとか言った方が良いと思う。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、第1話のネットの感想、反応いかがでしたでしょうか？ロシア人ヒロイン版高木さん的なノリのアニメと思ったらハーレムもの？作画はすごい良かったのと、ちょっと懐かしいノリが個人的に好印象。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。